うちです。こんにちは。今日のテーマは、視聴者さんからいただいたご質問にお答えしようと思います。ということでですね、質問の内容なんですが、パートナーの女性にフェラをしてもらっている最中に、仲折れをしてしまった時っていうのは女性は気づくのか気づかないのかというご質問をいただいたので、そちらにお答えしようと思います。パートナーとのラブライフを今よりももっと充実させたいなという方はぜひ最後までご覧ください。ということでですね、これは女性の意見すごくあって、実は私フェラをしてる時の女性の本音っていう動画も出してるんですけど、そういうお話をやっぱ女性としてる時に、挿入の時もそうなんだけど、果たしてその仲折れというのが女性は気づくのか気づかないのかとか、分かるのか分からないのかっていう話なんですけど、いろんな女性のお話を聞いていて私が思うのは、多分挿入の時よりもフェラの時の方が分かるんだよ、仲折れって。あ、なんかちょっと立ちが悪いなみたいなのは、女性は多分ね、膣内よりも口の中の方が、なんていうのかな、敏感っていうわけじゃないけど、分かりやすいんですよ。だから結構、そのフェラの時に、元気がなくなってきてしまうっていうので、悩んでる女性の意見っていうのを聞く方が多いので、女性は多分挿入よりもフェラの方が分かるんですよ、その萎えてる感覚っていうのが。で、その時にじゃあ女性が何を思っているのかっていうことを今日はね3つお話をしようと思うんですけど、まず1つ目はフェラをしてる最中にその男性の元気がなくなってきてしまうと、一番多い意見がやっぱ自分のフェラが気持ちよくないから萎えちゃってるのかなっていう、そのね、なんていうの、テクニック的な問題、そこで悩んでる女性っていうのが一番多いんですよ。だからね、分かんないよ、そのさ、男性の理由って多分人それぞれ違うじゃん、萎えてる理由って。本当にまあ気持ちよくなくて萎えてる場合もあれば、なんかね、体調的な問題もあるかもしれないし、だけどその理由って女性は分からないから、実際そのやっぱ一番女性が多く考えてしまうことは、自分が上手じゃないからなのかなっていう、気持ちよくできてないからなのかなっていうご意見が多かったですね。っていうので、一つ目は一番多い女性のご意見です。で、二つ目は、これも結構女性が気にしてることで、自分のフェラ顔がなんかブサイクだったから、それを見て萎えられちゃったのかなって思う女性もいるんですよ。で、すごいね、これはあんまりなんか男性は、まあ、分からないというか気にしてないのかもしれないんだけど、結構女性ってそのセックスの最中の自分の顔をめっちゃ気にする人が多くって、顔見られたくないみたいな、だからもうフェラしてる時の顔なんか絶対ブサイクだから絶対見られたくないって言ってる女性もいるし、あとはその正常位とかの時ってさ、もう気持ちよくなってるんだけど、でもその時の気持ちいい自分の顔が変な顔だったら嫌だから、なんかすごい顔を作ってしまうとか、そういうねご意見も結構あったりするんですよ。で、なんでこう女性にバックという体位が人気なのかというと、まあ、そこに繋がってきていて、もちろん気持ちいいからバックが好きっていう女性もいるんだよ、いるんだけど、顔が見えないからいいんだって、バックが。なんかさ、もう全部後ろ向いてるから何も見えないじゃん。だからその自分のこう世界に入りやすいというか、それでもう顔も気にせず気持ちよくなれるっていうので、バックが好きっていう、そのね、女性が、あれ、私バックの時に女性が考えていることっていう動画も多分出してるんですけど、過去にそこでもお話ししてるんですけど、その女性にバックが人気な理由っていうのが、そのもちろん気持ちいいのは大前提なんだけど、何そのほら顔見られないからっていうのがすごくありますね。だからなんかね、騎乗位を嫌がる女性が多いんですよ、その下から顔を見られたくないとか。なんかね、男性の話を聞くと、なんかもうその気持ちよく、思い切り気持ちよくなってる時の顔がいいんじゃんっていう風に言ってる男性ってすごく多いですよね。そういう男性のお話をよく聞くことがあるんだけど、でも実際やっぱ女性のお話を聞くと、そういう自分がすごい気持ちよくなってたりとか感じてる顔だったりとか、一生懸命フェラをしている顔は見られたくないというね、女性が多いわけですよ。そうだから、まあ、フェラの時にその男性が萎えてしまうと、まあ、女性としては
あ、なんか私がすごい不細工な顔してたからそれで泣いちゃったのかなって思う女性もいるんですよ、という2つ目の理由でした。で、3つ目は何かもう違うことを考えてこうなっちゃったのかなっていう。で、その違うことっていうのがなんかね、このね、あのセックスの時って女性はあのすごくなんだろうね、あのマイナス思考になりがちというか、やっぱさ、こう自分お互いだけど、まあ、自分の裸を全部こうさらけ出してる状態でなんかその相手の体にこうちょっと慣れてしまったとか、そういう変化があったりするとすごくね、なんかネガティブになっちゃうんだよね、やっぱりね。だからなんかその自分が下手なのかなとか変な顔してるのかなっていうのが一つ目二つ目の理由なんですけど、三つ目の理由としては、だからその違うことを考えてるっていうのも別にさ、その男性からしたらその違うことっていうのは別にその彼女に対して嫌な違うことじゃないかもしれないんだけど、その女性からすると他の女の人のこと考えてるのかなとかさ、なんかそういう妄想をしちゃうみたいなんだよね。で、私はそういうことはないけど、でもそういうふうに言ってる女性の気持ちもすごくわかるんですよ。なんかやっぱりこうネガティブになりがちというか、自分のこう裸をさらけ出してる状態で相手のリアクションが良くないっていうのはやっぱこうマイナス思考っていうかね、よくなんかあんまりこうプラスになれないのかなっていう気持ちもすごくわかるから、だからまあなんか女性はそれぐらいこうネガティブになりやすいっていうことですね。それがまあ3つ目の理由なんですけど、だからまあ頑張ってフェラをしているんだけどね、なんかそのいつもでも男性もね元気なわけじゃないからさ、なんかずっとね立ちっぱなしでいられる時とそうでない時もあるとは思うんだけど、だけどやっぱ女性としてはね、それがこうちょっとショックっていうことなんですよ、結果的にね。だからその3つの理由っていうのは全部ちょっと男性からしたらさ、いやそんなマイナスなこと考えられてもって思うかもしれないんですけど、でもね考えちゃうんですね、実際女性というのはね。だから逆にね、そのセックスの時にそのパートナーから言われた褒め言葉、なんかすごい綺麗だよとかさ、なんか可愛いよとか、そういうプラスの言葉っていうのは服を着てる時の状態よりもめっちゃ嬉しく、まあ、100倍ぐらいなんかプラスの効果があるっていう極端な話、それぐらいなんだけど、逆にそのなんだろうね、マイナスの言葉、例えばさ、女性が男性に対してなんか、え、もう行っちゃったのとかさ、なんか早くないみたいな言葉とかって多分言われたら男性もすごいショックだと思うんですよ。だから女性もやっぱそのセックスの時ってプラスの言葉は倍で捉えれるけど、マイナスな言葉もプラスの言葉と同じぐらいそのマイナスダメージがすごい大きくなっちゃうから、なんかね、お互いデリケートな感じになってますよっていうことなんですけど、そうは言っても難しいですね。男性はなかなかね、制御不能なところもあるので。だけど、まあ、ちょっと私のテーマとしては女性の本音をお伝えするというね、テーマなので、女性の本音はこういうことですよということで、参考にしていただければと思います。ということで今日は以上になります。評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。